こんばんは、古川です。今回はですね、またご注文いただいたんで、せっかくだったらね、その作成シーンを見てもらえたらいいかなと思って、動画にしました。で、もうちょっと作るところはもう先に撮って、今、後からこれを撮ってるんですけど、作ってるところを後から見直したら、半分ぐらいね、ちょっとピントがね、ちょっと合ってなくて、まあ、もうでもせっかくね、見てもらいたいなと思ったんで、後半はちゃんとピント合ってるんですけど、まあ、気になる方はね早送りなどしてもらったらいいかなと思いますので、どうにか見てもらえたらいいかなと思っております。ではそしたら、作っていくわけですけれども、今回はですねテーブルの真ん中に飾られるっていうことらしいので、ちょっと低めで、オールラウンドっていう感じで作っていこうと思っております。で、使う花がまあちょっといろいろあるんですけども、まあ一番今回の目玉というかこれですね、ポンポンマーハイオニーですかね。はい、ポンポン咲きですね。これはすごい可愛いです。そしたらね、オールラウンドなのでちょっとぐるぐる回転させながらどっから見ても綺麗なように作りますね。はい、はじめにねグリーンから刺しました。次は、スノーボールですね。ボーダーはピンクなんですけども、ピンク一色で作るより動きを持たせるということで、もう一色入れたかったんで万能の緑を入れてます。はい、そしたらさっきのね、ポンポンマーハイオニー入れていきます。アレンジメントを作るときにどっから見るかっていうのと距離感っていうのがすごい大事だと思うんですね。で、今回はテーブルの真ん中に置くので、まあ、低めに作ってほしいっておっしゃってるっていうことは、上から見るんじゃなくて横のね180度から見ることが多いのかなっていう感じなので、あまり上の方にお花を集めずに、180度から見て綺麗なように入れてます。カーネーションですね。はい、こちらもラナンキュラスですね。こっちは、ポンポン咲きじゃなくて、まあ、普通の咲き方よりはすごい可愛くて真ん中がちょっと緑になってる感じの色になるんですけど、まあ、すごい可愛い。クリスマスローズですね。これも色的には緑になるんですけども、こちら、チューリップの、フリンジ咲きになりますね。これもすごい可愛いです。これランランキュラスの、モロッコ咲きとか言いますね。これは、アスチルベ。これはスイートピーの染めですね。若干アンティークピンクみたいな色なんですけども、立体感と陰影を持たすので、トーンを変えて入れます。スカビオさんですね。グリーンベルですね。こちらコロニラと足元を汗びで、はい、カバーしていきたいと思います。
はい、じゃあこんな感じでね、ちょっと仕上げていきたいと思います。そしたら、完成しました。もうただっとね、流れるように作るだけの動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい、はい、ということで、これは梱包して、はい、お送りしたいと思っております。何言ってない動画ですけど、はい、またご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。では。